カモン TV。 カモン TV へようこそ。キムピョです。今日は龍門についてお話ししながら龍丸門を書いていきたいと思います。龍は中国で鳳凰、麒麟、亀とともに四霊の一つとして数えられ、その体の特徴から全ての生き物の祖とされる伝説上の生き物です。文様としては日本でも古代より服飾に用いられ、正倉院裂にもデザイン化されました。龍には5段階の階級が存在するようで、上級から龍、水地、王または神と地または万の順に分類されます。私たちに馴染みの深い日本昔話やドラゴンボールに出てくるあの龍が今描いている最上級の龍となります。長いひげ、鍵爪、顎下に宝珠、喉元には1枚だけ30センチ四方の逆さに生えた鱗を持ち、普段はおとなしい龍がこの逆さ鱗、激鱗に触れられると怒り狂ったという伝説があることから、日本では激鱗に触れるイコール目上の人を激しく怒らせるという意味で使われるようになりました。さて、龍の家紋としては最上級の龍と最下級の地龍の2種類が使われます。この地龍は龍の地龍、すなわち幼い龍であり、角がなく空を飛ぶことのできない龍で、雨龍とも呼ばれ、雨乞いの象徴とされています。他に龍の体の一部を使った爪の紋や鱗の紋が用いられます。龍は水中や地中に住み、時に空を飛び回り、雲や雨を起こして水や河川の神として崇められました。古代の日本は農耕文化が中心であり、水が非常に重要だったことから、河川付近では龍を神門とした寺社が多く建立されました。実際のところ家紋としては雨龍を用いているのが大半で、この龍を用いている家は多くないようですが、坂の上の田村麻呂流氏族の田村さんがこの龍丸門を使用しているようです。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。